ご視聴いただきありがとうございます。葵と申します。よろしくお願いいたします。今回は有村架純さんと磯村勇斗さんについて占っていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。葵と申します。よろしくお願いいたします。今回は有村架純さんと磯村勇斗さんについて占っていきたいと思います。こちらに磯村さんおられますね。でこちらに有村架純さんですね。お二人は朝ドラで共演なさいましたね。これガーデンですね。朝ドラコミュニティで、こちらの犬、信頼できる仲間で、当目標達成、これテレビ局としても見れますね。でこちらの山、高いハードル、
ストレス不安なんですが、朝ドラは撮影が長いですよね。高いハードルです。で、クマ、母親上司なんですが、これ重要な役割を果たす立場ですよね。お二人そうでしたよね。で、こちらの家、安定安心ファミリー、家族なんです。共演者ですよね。で、この無知、ストレス不安口論トラブルなんですが、これ無知は何回も使います。すごく忙しかった。で、棺、終わる休む、共演が終わりましたね。朝ドラが終わりました。で、磯村さんは母と愛情、嬉しい楽しい。で、こちらの太陽、お仕事の成功ですね。で、大釜、祈りの収穫、決定です。で、ゆり、平和満足、純粋なお気持ちでコツコツ努力されていると思いますね。で、このこちら指は契約結婚です。日本アカデミー賞の新人賞を取られましたよね。で、クロス、精神的苦痛、心配事。で、こちらの鍵、問題を解く鍵、願う鍵とクロスで、これ運命なんですよね。受賞、これ運命です。で、有村架純さん、こちらですね。で、星が隣にあります。幸運、希望、チャンス、夢、これ才能ありますよね、有村さんね。で、花束、招待、プレゼント、美しい人、星と花束で成果。狐、お仕事、プロとして、プロとして成果を上げた。アカデミー賞で主演女優賞を受賞されましたよね。こちらの本、これ台本です。俳優としての台本ですね。で、こちらの鳥、コミュニケーション、話す、歌う、受賞ですよね、発表です。で、道、人生の岐路ですね、ターニングポイント。で、こちらの子供、新しいスタート、子供と道で新しい岐路に立った。で、こちらのコウノトリ、引っ越し、移動、変化ですね、変化がありました。で、こちらの怒り、安定安心、忍耐、努力、努力されたと思いますね。で、こちらの手紙、知らせ、伝える。こちらの騎士、これもいい知らせなんですよね。お仕事の依頼来てると思いますね、有村さんにね。忙しいと思います。こちらの船、ビジネス、新天地へ行く。受賞されたことでまたお仕事増えるんじゃないでしょうか。で、こちらのクローバー、幸運、ラッキーですよね。で、こちらの魚、金運がいい、お仕事の流れがいい。で、こちらの月、名誉、夢、ロマン、人気、人気者ですよね。で、魚と月で
成功を夢見る。で、今有村さんはこちらのこれ蛇、これ女性ですよね。嫉妬、トラブルなんですが、この蛇も女性、こちらの月もこれ女性として見れるんですよね。で、雲が隣にあります。女性としての幸せを望んでるのかなと思いますね。だから結婚願望とかあるのかなと思いますね、有村さんね。で、この木ですよね。基礎、基盤、土台、成長です。成長されておりますね。で、こちらのネズミ、ストレス、不安、お二人ともお仕事がすごく忙しいので精神的にまあしんどいのかなと思いますね。ストレス、不安でね。で、今コロナもありますのでね、この健康問題で今コロナを警戒されてるとも見れるんですよね。で、有村さんと磯村さんの関係なんですが、こっち右向いてますね。磯村さん右、左向いてますね。だから共演者、お仕事仲間みたいですね。離れてますしね、信頼できるお仕事仲間ということですよね。で、お二人これからますますお仕事忙しくなると思います。有村さんも磯村さんも。応援しております。占いはいろんな見方があります。そのことをご了承いただいたら嬉しいです。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。